かき味としては全然実用的に使える感じですね、これなら。うん、剣なんだ。うん、おなんか侍の仕方ですね。このポーズは難しいんですけど、まあ慣れておくと。よろしくお願いします。毎度。今回は XP Pen のディスプレイアーティストシリーズの 15.6、 ぜひ使ってください。はい。どんな映画描けるのか、うん。まあ設定はすでにやってもらっているんで。そうですね。これから描くだけですね。でこれ可愛いですね。うん、拡大とか。うん、でボタンが8つあるので。まあ、これを押すと。それが移動。これを押すと回転。おでタッチはないんだけど、うん、こういう風にショートカットキーを使って回転とか移動できます、うん、では書いてください、うん、はい。でこのタブレットのいいところが 15.6 インチ、うん、画面が大きい、うんうん、見やすいしショートカットキーがいっぱいあるし、うん、ダイヤルもあって、ね、うん、まあ使い始めたばっかだけど加熱も全然しないな。おお、それはいいですね、うん、あとペンの筆圧レベルはプロ用のタブレットがよく言っている8192、うん、あと今回はあのタブレットスタンドはちゃんとついてます。ああ、結構しっかりしてますよねそうですね、角度は一つしかないんだけど、うん、多分一番よく使われている角度かな。でこのタブレットのもう一つのいいところがペンは充電しなくていい。たまになんか長く使うと電池がもう充電できなくなる、うん、なんだけどこのペンはもしかしたら充電必要ないのでもっと長く使えるのかな、うんうん、ポイントも全然ずれてないかな今のところは。おお、よかった。書きやすいですね。どこもやっぱり本体がここまで太くなっちゃうのは技術的に何か課題があるんでしょうけど、普通の鉛筆ぐらい細くなってくれるともっと書きやすくなるんでしょうけどね。そうですねあ、普通に立っているキャラクターですね、うん。で私はちょっとだけしか使ってないんだけど、うん、結構なんかインクがよ出やすいですね。そうですね。そんなに強く押さなきゃいけないわけは特にない、うん、ついくつやっちゃうなそうですねの動物でしょう、うん、あ、着ぐるみ？まあで最近 4K のタブレットがいっぱい出てるんだけど、結局これフル HD だけで見やすさ的になんか拡大しなくても結構ディテール欠けてますね、うん。もしかしたら XP ペンのキャラですか？ん？いやー、そういうわけでは。あれはキツネっぽかったですよね。なんでしょうこれ。あ、フェネックか。砂漠に住んでるちっちゃなやつですよね、うん、よく動物園行くと見ますけど。あ、いるんですか？ええ本当に小型犬サイズあ、やっぱり着ぐるみですかね、うん、そう、どこどのマイナーなね、遊園地で営業してそうな。あ手ぶれ補正が、そうそうそう、あ、やっぱり手ぶれ補正をかけると結構ついてくるのに時間かかりますね。そうですね。でゼロにするとまあ遅れはするけどちょっとだけ遅れてくる、うん、まあこればっかりは今のところ人間が合わせるしかないですねかき味としては全然
実用的に使える感じですね、うん、これなら、うんうん、剣なんだ、うん、おなんか侍の仕方ですね。このポーズは難しいんですけど、まあ慣れておくと。これ現実で使っていた持ち方ってあったんですか？そうですね、まあ、両手で持つときはつかじりはそんなに見せないで、両手 の, 形あの距離が長いほど扱いやすくなるんで、うん、詰まってると扱いにくいじゃないですか。感じですかね、ラフで書くとしたら。うん、ありがとうございます、はい、剣を持っていると可愛いですね。画面が大きいことがすごいいいですね。そうですね、なんかこうすると結構 A4 紙と同じ似たような大きさになるし、うん、私もお家で13インチタブレットを使ってるので、やっぱ私16欲しいな、うん、ありがとうございます。どうもどうも。でこの XP ペンの、うん、ディスプレイアーティスト15.6 Pro の情報ディテールは概要欄に書いてありますので、ぜひリンクチェックお願いします。拡大できる、まあこれどんな機能でも設定できるので、自由にダイヤルと8つのボタンがあって、結構持ち運びやすいようなタブレットですね。あとスタンドはついてます。うん、自分の使ってるのより軽いかもしれない。あ、そうですかねケーブルは一つだけで、うん、パソコンは HDMI と USB つないでれば使えます。こういうキャラクターもあるみたいですよ可愛いですね。他の動画いっぱいあるのでぜひ見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあひろいさん、ありがとうございました。どうもどうも、バイバイ。おたしゃれ。 It does have these 8 function buttons and we got a dial. It has the XP Pen mascot character here and you can actually rotate him around or her. To draw on the tablet, you get the pen. It comes in a little pod like so. Unscrew this on the other side of the case. You can see that there are 8spare pen nibs, and right in the middle it actually has the nib removal tool.